私は常々思っていた。アドビイラストレーターのペンツールのようにブレンダーでベジェ曲線を描きたいと。ブレンダーのベジェちょっとわかりにくいよね。ってなわけでまたアドオンを漁っていたわけよ。もはや3日。アドオン漁りもまたブレンダーの醍醐味。そして出会ってしまったベジェツールキットと出会っちゃったか。感覚としてはブレンダーにアドビイラストレーターのペンツールがぶっ込まれる感じ。イラストレーターやインクスケープのペンツールに慣れ親しんだ人にとってはまさに神アドオン。ちなみにお値段はおいくらですか？なんと無料。 GitHub で配布されているよ。ありがたい。 GitHub からデータをダウンロードし、その中のブレンダーベジェユーティリティーズ .python をブレンダーにインストールするとフレキシドローベジェとフレキシエディットベジェというツールが追加される。また N キーを押すと現れるツールタブの中にベジェユーティリティーズという項目が追加される。これらのツールはどう使うの？それではまずはフレキシドローベジェから左クリックで線が通る地点を指定し、そのままドラッグして曲がり具合を指定する。書き終わるときはエンターキーかスペースキー、あるいはダブルクリック。本当にペンツールのような操作感だ。ペンタブレットや液タブと組み合わせて使うと良さそう。間違いない。線を閉じるときはどうすればいいの？シフトプラススペースキーまたはシフトプラスエンターキーを押すと線を自動で閉じることができる。あるいはボルトキーを押すと頂点にスナップする機能がある。これを使って支点にスナップさせれば簡単に閉じれる。閉じた。ちなみにコントロールキーを押しながら操作をするとグリッドにスナップしてくれるよ。なるほど。ちなみに六角形とかを描きたいときはどうすればいい？基本図形を描く機能があるのでこれを使おう。今はベジェ曲線を描くモードなのだけれど、これをポリゴン多角形にする。角の数を6にすれば六角形が描ける。本当だ。多角形の他にも星型や楕円などがあるよ。ちなみに描いた線を編集するときはフレキシエディットベジェをクリックする。ちなみに E キーでドローとエディットは切り替えられる。覚えておくと便利。うん、ショートカットキーが多くて覚えるの大変だな。なんと画面の左下にメモが。あ、本当だ。本当はメモがいらないくらい分かりやすいインターフェースが理想的なのだけれど、話を本題に戻そう。フレキシエディットベジェを使うと通過点の位置を変えたり曲がり具合を変えたりできる。便利機能もたくさん。例えば角を選んでコントロールタス B キーを押すと角を丸められる、いわゆるフィレットだね。これは便利だ。ハンドルを別々に動かしたいときはどうすればよい？点を選んで S キーを押すとハンドルのタイプを変えられる。別々で動かしたいときはフリーかな。ハンドルを別々に操作できるようになった。逆にアラインドを選ぶとハンドルの向きを揃えてくれるので、カクッとなった角を滑らかにできるよ。一通りのことはできるね。重なった線を切り取ったりするパスファインダーみたいな機能はないの？それはさすがにあります。あるんだ。例えば真上から見た視点で丸と四角を描いたとする。ふむふむ。線が重なったところで線を切断したいとする。インターセプト、カーブスの中のアクションをカットに変更。2つの線を選び、インターセプト、カーブスボタンを押せば、重なったところで線がカットされ、バラバラになる。おう。いらない線をデリートキーで削除。残った線同士をくっつけたい場合は、くっつけたい線を選択した後、ジョインド、カーブスのジョインドをクリックすればくっつく。できた。これは確かに神アドオン。てなわけで、今回は、ベジェ曲線の作成、編集を快適にしてくれる神アドオン、ベジェツールキットの紹介でした。このアドオンは、線からメッシュを作れるアドオン、カーブス、トゥ、メッシュと組み合わせると、強力そう。確かに強力そうだ。よければ、他の動画も見ていってね。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。